こんにちは。埼玉県にあります日本バプテスト連盟の斉藤真一郎です。今日はエゼキエル書の19章1節から14節の御言葉を通して聞いていきたいと思います。これは今から約2500年ほど前の出来事になりますが、大昔の出来事であっても今日の私たちにも当てはまる、そのようなメッセージだと示されます。エゼキエル書19章1節から14節。あなたはイスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言え。あなたの母であるメジシは何なのか。おじしの間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシが子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。諸国の民はその獅子の噂を聞いた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らは鍵でこれをエジプトの地へ引きずっていった。メジシは待ちくたびれ、自分の望みが消え失せたことを知ったとき、子獅子のうちの他の一頭を取り、若い獅子とした。これも、お獅子の間を歩き回り、若い獅子となって、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。この獅子は、人のやもめたちを犯し、町々を廃墟とした。その吠える声のために、地とそれに満ちているものはおののいた。そこで諸国の民は周りの州から攻め上り、その獅子に彼らの網を打ちかけた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らはそれを鍵にかけて檻に入れ、バビロンの王のもとに引いていった。彼らはそれを砦に閉じ込め、二度とその声がイスラエルの山々に聞こえないようにした。あなたの母はまさしく水のほとりに植えられたブドウの木のようだった。水が豊かなために実りがよく、枝も茂った。その強い枝は王の杖となり、その竹は茂みの中で際立って高く、多くの小枝をつけて際立って見えた。しかしそれは憤りのうちに引き抜かれ、地に投げ捨てられ、東風はその実を枯らし、その強い枝も折られて枯れ、火に焼き尽くされた。今やそれは荒野と砂漠と潤いのない地に移し植えられ、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった。これは悲しみの歌、哀歌となった。今日の話には二匹の獅子が、若獅子が登場してまいりますが、この2匹の若獅子というのはイスラエルの2人のユダの王様を指すと考えられます。2人の共通点というのは、それは人々を苦しめ傷つけたということだと言えます。このような主君たちのありさまを見て、エゼキエルは哀歌をここで歌っております。哀歌というのは本来は誰かが死んだ時に語る、そのようないわば哀悼の歌なんですけれども、このような死んだ者に対して語るような言葉を持って、今
イスラエルのユダ王国がまさに死に向かっていっている、滅亡に向かっている、そのことを表現した歌だと考えられます。この最初の獅子は大きな害を及ぼして、そしてそれからエジプトに捕らえられていったというふうにありますが、これはユダの王エホアハズ王のことだと考えられます。そして二人目はバビロンへ連れて行かれるんですけれども、こちらはエホヤキム王のことだというふうに考えられます。このユダ王国のこの二人の王様、ユダというその王国というのはご存知の方も多いと思いますが、あのダビデ王のその家系であります。そしてそのダビデ王の家系であるユダ族というのは獅子というふうに表現されるような、そのような部族でありました。ですからユダの獅子、それはダビデ王であり、そしてまたそのダビデ王の後継者たちであった王様を指すわけです。神様の御心に背いて自分勝手に人々を滅ぼしていった、その王様の責任が問われているのであります。二つ目は後半の10節から14節までのところですが、今度はブドウの木にイスラエルの王様とイスラエルが例えられていきますね。そしてそのブドウの木が東風にあおられ、そしてまた火で焼かれていって台無しになってしまう、そのような予言が語られています。そのためにもはや次の王様を輩出することすらできないような、そのようなさらにひどい状態になったというのが二つ目の例えであります。この二つ目の例えの主人公の王様はイスラエル最後の王様となっていきましたゼレキヤ王のことだというふうに考えられます。ゼレキヤ王とともにバビロンに移されていったのはイスラエルの残っていたユダの民でした。王様が大きな罪を犯していくときに、その責任は王様だけにあるんでしょうか。この箇所を通して実はそうではない、そのような王様をサポートしていく、そのような周りの人々、そしてまたその王様に仕えるその中心的な人たちを支えていく、そのユダの国民も皆それぞれに責任があるのではないかということを考えさせられます。国の指導者が間違ったことをしたとするならば、それをいさめなければならないのが周りの側近たちです。そして王様も側近たちも間違ったことをしているならば、今度は国民がそれを正していく、そのような責任もあるんじゃないでしょうか。このように考えていくと、この出来事というのは今から2500年前のことだけではないように思えてまいります。どうでしょうか。今私たちの国は大きな大きな転換期にあります。そしてさまざまな問題が国の中でも世界でも起きているような、その中で私たちの日本はどのようにこれから貢献していくべきなのか、進んでいくべきなのかということが問われております。そのような時に私たちはそれを国の指導者たちだけに任せておいていいのでしょうか。またあるいは国の指導者たちが間違ったことを行っていこうとした場合、私たちはどのように関わっていくべきなのでしょうか。そのようなことも問われてまいります。私たちは指導者たちのために本当に熱く祈っていきたいと思います。そしてもし指導者たちが間違ったことをしているときには、時には祈りだけでは済まされないのかもしれません。いろいろな仕方で
私たちにできるところから行動に移していくというのも大事なことなのかもしれません。本当に今世界はさまざまな災害で苦しんでおります。そしてさまざまな民族紛争で苦しんでおります。そういうただ中にあって、私たちの国もこれまでさまざまな苦しみを負ってきて、そして現在もさまざまな自然災害や多くの苦しみを経験している者たちであります。ただ国の人たちに任せるのではなく、私たちも一緒に心を合わせ、力を合わせて、この国がますます良くなっていくように、そして世界に豊かに貢献していくことができるような国になっていくように、共に貢献してまいりたいと、そのように願わされます。デンマークの童話作家であるハンス・クリスチャン・アンデルセンという作家をご存知の方も多いのではないかと思います。このアンデルセンの童話の中で、有名な話の中で裸の王様というのがあります。この裸の王様が実は裸なんだということを正直に王様に告げることができたのは、実は若い子供だったんですね。何か国の指導者が人々から見て本当は間違っていることをやっている、そのような時にそのことを正直に国の指導者に伝えていく、それは側近たちや、あるいは必ずしも大人でなくてもできるということを、この童話から学ぶことができるのではないでしょうか。年が若くても年を取っていても、私たちには国に対して、あるいは間違ったことを間違ったことというふうに言うことができる、そのような責任を神様から託されているように思います。一人一人が神様に示される正しい生き方を共に実践していきたい、そのように導かれます。お祈りいたしましょう。父なる神様、どうぞ私たちの国の指導者たちがあなたの目から見て公義であり正義となることを選択し実行していくことができますように、豊かにお導きください。そしてもしその道から外れてしまうような時がありましたら、私たちにすべきことをお示しくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。